春の学生アメリカンフットボールの交流戦を迎えております。大阪千里丘陵のエキスポフラッシュフィールドです。今日から月が変わりまして6月に入りました。今日はお昼前から西日本学生大会の3位決定戦、大阪府立大学と大阪産業大学の試合が行われました。21対7で大阪産業大学が勝ちました。さあ、これから行われますゲームは、沖縄の琉球大学が初めて関西に遠征してまいりまして、関西学生リーグディビジョン 3A ブロックの滋賀大学グラディエイターズと対戦をする交流戦をこれからお楽しみいただこうと思います。この試合は解説に滋賀大学アメリカンフットボール部 OB で2年前まで監督を務められました梅本力也さんを煩わしました。実況西澤明です。梅本さん、どうぞよろしくお願いをいたします。お願いします。実は滋賀大学にとってはこの、春のシーズン、はい、いわゆるこれが初戦になるわけですね。そうですね、公式戦は初戦ですね。そういうことですね、はい。この後6月中に20日後に予定されているのが、はい、いつも対戦をされている和歌山大学。そうですね、毎年定期戦で。そうですね、はい。でもこの春のシーズンの初戦に琉球大学というね、沖縄から初めて迎えるは大学なんですが、同じ国立大学です。そうですね、選手の皆さんの雰囲気はどうですか。いや、やっぱり今まで全く対戦したことないような、はい、ね、他の地域の大学なんで、はい、どういうふうなフットボールするかも分からへんので、はい、ちょっとそこのところはちょっと不安になっているところはあったんですけれども、なるほど、先週とか、試合とか見て、練習とか見てますと、はい、やっぱりもう自分たちのフットボールを、はい、するのみということで、気合は入ってましたので、あ、そうですか、はい、楽しみにしております。はい、さて遠征をしてまいりました琉球大学、スティングレイズというニックネームでありますが、このチームをちょっとご紹介をさせていただきましょう。現在は九州の学生アメリカンフットボール連盟に所属をしておりまして、要するにこのゲームは関西学生アメリカンフットボール連盟と九州学生アメリカンフットボール連盟の連盟交流試合という、その一つとして琉球大学がこうして初めて関西に乗り込んできたという、そういうゲームでございます。この琉球大学がチームを作ったのが1987年、滋賀大学はその1年後に、そうですね、1988年に、はい、ということはもうほぼ同じ時期に。そうですね、そうですね、はい、はい。そしていわゆる選手の現在の1年生を除く選手数も大体34、5人ずつという。そうですね、もうほぼ同じ。そうですね、構成になってますんで、はい、はい。ですから今日は非常に好ゲームを期待して、私どうも楽しみに今日は梅本さんとこのゲームを追っかけていこうとこう思うんですが、はい、さて、ちょうどテレビの画面の手前の方にいわゆるホームチームとなります滋賀大学、こちらは紺とオレンジ、これが、紺というよりももう濃紺と申し上げたらいいんですね、はいはい。そして一方の向こう側ですね、画面の奥に見えますのが、これが琉球大学スティングレイズ、こちらの方はエンジとホワイトという、はい、こういうジャージでございます。いずれにいたしましてもこの初めて関西にというよりも九州リーグですから、九州には毎年のようにね、今ここ 2,3 年はリーグに参加をして一部で頑張っておりますけれども、とにかく本土といいましょうか、本州に上がってくるのはもう本当に初めてなんで、選手の皆さんはみんなそわそわワクワク、昨日やってきまして新大阪に宿泊して今日一日、その選手たちに話を伺いますと、まず第一声が大阪って暑いですねという私どもの印象では遥か南にある沖縄の方がですね暑いなと思うんですが、でもヘッドコーチの篠宮さんに伺いますとね、ここ数日はずっと平均気温が25度前後だったんですって。羨ましいですね。そうですね。
ですから大阪は蒸し暑くて本当に大変ですということをねおっしゃっておられます。ですから選手が最後まで一生懸命にプレーをしてくれることをまずは望みたいんだというふうにおっしゃっておられました。ということは梅本さんの滋賀大学としてもですね、ほとんど琉球大学については先ほどお話があったようにほとんどスカウティングができてないと。全くできてないですと思います。ということなんですね、はい。そしてこの琉球大学をちょっとご紹介をしますとね、昨シーズンまでがセットバックランスオフェンスだったんです、はい。で今シーズンからはショットガンによるパッシングオフェンスへ転換をしたということなんですが、これ滋賀大学のいわゆる今シーズンの攻撃の特徴、そういうところと照らし合わせてみると、そうですね、真逆ですね。去年まで滋賀大学がやっていたのが同じことなんですね。ショットガン、そうですね、はい。そして今年からセットバックランオフェンスに変えたというところですね、はい。ということは選手たちにとってみると、まあ、守備はどちらも 4-3 の体系なんですが、はい、まあまあどちらの攻撃体制になろうと比較的選手はプレーには慣れている、まあ、そうですね。守備の方は、まあ、目の方は慣れているとは思いますので、そういうことですよね、はい。今日はどんなところをその後輩たちにまず梅本さんとしては望まれますか、はい。そうですね、やっぱりまあ、お互い、まあ、人数少ないチーム同士、はい、であとやっぱりちょっと外だいぶ暑いんで、はい、ちょっと最後までちょっと走り通せるかどうかわからないんですけれどもやっぱり最後まで、ね、はい、走り切って、はい、うん、まあ、今年 の、 ランニングオフェンスの、はい、礎になるやっぱりライン戦ですね、はい、うん、そこのところを、まあ、しっかり最後まで諦めずにやってもらえたらと思っております。そういえば先ほど行われておりました春の学生アメリカンフットボールの交流戦西日本学生大会の3位決定戦を見ていますと、やはり敗れた大阪府立大学なんかは特にもう最後はもうチーム全体がちょっとバテバテ気味でしたね。そうですね、はい。まあそういった意味でこれからちょうど今日はもう30度を超すね真夏日なんですが、そうです、ね、要するに一番暑い時間帯でもうするわけですからね人数少ないチームがそうですね。さあそこでまず滋賀大学の今年のですね、はい、このいわゆるオフェンス、はい、このあたりをもう少しその元監督として分析をしてみていただくとどういうふうになりますか。はい、今年の特徴としてはやっぱ33番と21番、はい、33番増田君ですね。増田君、はい、21番の西村君、はい、この2人の、ランニングバックをもう前面に2番いかん番の、はい、もう完全なランニングプレーと、はい、チームになっていると思います、はい。でまあ、クォーターバックの村田君も、まあオーソドックスなオプション QB ということで、はい、まあまあ、去年までのパッシングオフェンスとは全く違う、うん、まあまあ、時間を潰しながら、はい、まあ、コンスタントに3ヤード4ヤード、うんうん、ゲインしていくというふうなオフェンスになっていくと思います、はい。一方ディフェンスの方は、52番の、小林君ですね、はい、彼がすごい、まあ、去年からタックルうまかったんですけども、うん、だいぶ成長してますんで、はい、まあ、彼を中心とした、まあ、こちらも 4-3 のオーソドックスなディフェンスになると思うんですけど、はい、まあ、粘り強いディフェンスをしてくれるんやとは思います、はい。あ、なるほど、はい。一方の琉球大学の方からですね届きましたそのいわゆる今年のチームの特徴、このあたりをちょっと拝見しますと守備で参りますと、ディフェンスラインの3年生福島君、それから小俣に君、まあ、こういった若手を中心に構成される 4-3、 守備のリーダーはキャプテンラインバッカーの4年生の桐原君ですが、とにかく機敏なディフェンスバック陣を配して全員パシュートを徹底して守備で勝つと、とにかくランナーを懸命に追うぞというところをですね一つの特徴として、はい、守備でまずムードを作りたいというこういうことを言っておられますので、これは33番の増田君にしてもですね、21番の、はい、西村君ですね、はい、2人も相当覚悟してくるそうですねということになりますね、はい、はい。クォーターバックの村田君はいかがですか。ね、彼も走れるクォーターバックですので、はい、まあ、基本的には、まあ、ランニングバックに、まあの中心になるとは思うんですけども、はい、まあ、そこをマーク
あの激しくなった時に彼が、はい、まあ、あのキープして、まあ、走るいうことができますんで、まあ、ただちょっとやっぱりパスの方が、はい、まあ、そんなあの肩が強くないんで、うん、まあ、ちょっとそこのところ、まあ、どこまであのうまいことあのグラウンドを、ね、はい、あの広く使えるかなというところが課題にはなってくると思います。あ、なるほどね、はい、そうですか。さあこれから両チームの選手3人ずつが出まして、まずはコイントスです、フィールドの中央にレフェリーアンパイアが出まして、これから、ま、試合前のコイントスというところでやります。手前から滋賀大学、そして同じ国立大学の琉球大学。琉球大学はちょうど沖縄の那覇市のすぐ東側に隣接をしております。その町にございます。一方の滋賀大学は本部が彦根なんですね。そうですね、もう彦根城のもうふもとで、はいはい、そういうことですよね、はい、さあ同じ国立決戦ということになります。琉球大学対滋賀大学。さあ一番暑い最中にゲームが行われます。とにかく関西へ遠征してくる初めてというその琉球大学、まあでもいろいろなゲームを一つ見ても学生トップの質が感じられる大変いい機会、まあ、そこで勉強ができるということをですね、非常にいいその機会だと捉えて選手全員火の玉になって頑張りますという、キャプテンの桐原選手ですが、お話がありましたが、さあ果たしてコイントスの結果はどういう感じになりますか。前半は琉球大学がレシーブということになりましたね。したがって滋賀大学のキックオフ、まず滋賀大学のキックでゲームが始まるということになりました。ということはいきなり琉球大学がそのオフェンス、新しくいたしましたそのショットガン体系によるオフェンスをまず披露するわけですね。さあパッと散りまして、ちょうど画面左側にノーコンとオレンジ、このジャージに身まといました滋賀大学、左側がエンジとホワイトの琉球大学。さあ間もなくキックオフです。琉球大学の方は滋賀大学のスカウティングとしてはわずかに 1,2 回ビデオを見ただけだということで未知数なんですが、きっとうちにとっても厳しいゲームになるんではないか、とにかく最後まで声を出して全力でプレーをし続けるということを改めて語ってくれた琉球大学の各メンバーです。さあいよいよキックオフです。1時33分に笛が吹かれてキックオフです。滋賀大学のキックオフ、レシーブは琉球大学です。さあ10ヤードラインからのリターンです。あ、ナイスタックルですね。あ、ナイスタックルですね、はいはい、まず琉球大学のリターンはほとんどヤーデージは稼げませんでした。さあボールが置かれたのが12ヤードぐらいの地点でしょうか。そうですね、琉球大学のファーストダウンの攻撃です。琉球大学ショットガン体系、お互いに守備の体系は 4-3。 さあファーストプレーです。
パスでいきます、はい、しかしゲインはほとんどありません。今のインターセプトですね。インターセプトしましたか、はい、あ、パスをしてインターセプトになりましたね、はいはい、なるほど。インターセプトをしたのがこれで投げますね、はい、50… あ、そうだ、そうですね、はい、まともに放りましたね。そうですね、はい、いやいや、いきなりビッグプレーが生まれましたね。ビッグプレーでしたね、はい、さあ、そしてゴールまでの距離がもうほんの6ヤードぐらいですか。6ヤードぐらいですね、ですね。さあ、いきなりタッチダウンのチャンスです。さあ、ランプレーできましたが、これはしかしよく打つ、そうです、ディフェンスラインが、はい、早かったですね、今ね。そうですね、早かったですね、はい、従いまして、これは全然原因はありません。ボールは6ヤードの地点に置かれたままです。セカンドダウン、ゴールトゥーゴー、ゴールまでの距離が6ヤードです。さあ、こちらは今年からのランオフェンスですが、そうです、ずっと右へ回ってそのまま飛び込んでタッチダウン、はい、先ほど元監督の梅本さん、今日の解説の梅本さんがおっしゃったように、ボールを持ったのが21番ですね、西村君ですね、はい、今日はこの21番の西村陽介君は星稜高校出身の2年生です。そうですね、はい、高校からの経験者で、そうですね、星稜、はい、高校は強いですからね、そうですね、はい、兵庫県で。さあ、そしてトライフォーポイント、キック、キッカーは増田拓也。さあ、7点先行しました。ビッグプレーのまずファーストプレーでもってインターセプト、そのままゴール前6ヤードから2プレー目でランで押し切りました。そうですね。さあ、梅本さん、はい、今年からいわゆるセットバック、ランを中心にしたオフェンスだということを切り替えた、そのいきなりの今シーズン最初のプレーでもってですね、そうですね、最初のシリーズでもって、そのラッシングでタッチダウンが取れたというのは大きいですね、はい、大きいですね、幸先もいいですし、はい、そうですね、で、まあ、一つプレー目 の、 そのインターセプト の、 あのプレーでも、はい、あのキャプテンの72番の高橋君が、はい、あのいいパスラッシュをかけてましたんで、あ、インターセプトを、まあ、した彼、あの58番の西川君もあれやったんですけど、はい、まあ、高橋君 の、 あのパスラッシュがやっぱり生きたんじゃないかな、生きたんですね、はい、そういうことになりますね。さあ、改めてまた2シリーズ目に入ります。7対0と7点リードした滋賀大学、はい、これはなかなかいいキックです、いいキックですね、はい、いいキックです。ゴール前の3ヤードからのリターンです。さあ、これは20ヤードまで返した、21、2ヤードっていった地点でしょうか。そうですね、はい、ゴール前の3ヤードから18ヤードほどのリターンを見せました。さあ、先ほどはファーストプレーでもっていきなりもうインターセプト、今度はどういうプレーで入りますか。琉球大学のスタートクォーターバックは3年生の柴田洋平です。あ、落としました、ね、あ、落としました。センターからスナップバックをもらってふっと走り始めようとした、その瞬間にボールをスポンと落としてしまいました。さあ、ほとんどボールの位置は今のスタート位置と変わりませんね。そうですね、変わってないですね、はい、22、3ヤードですね、22ヤードと申し上げておきましょう。うん、少し雰囲気に飲まれてますかね。そうで、ちょっとまだあの地に足がついてないというか、そういう感じがしますね。そうですね、先ほどのシリーズファーストプレーでパスインターセプト、今はスナップボールを、あーと、これはターンボールになりました。結局パスインコンプリートです。クォーターバックの柴田君から31番でしたかね、
ワイドレシーバーの関原君へのパスだったんですが、はい、ちょっとターンボールになりましたね。そうですね、はい、さあ今度はどうでしょう。まだなかなか今そうです ね、はい、ね、ちょうど30ヤードラインをわずかに超えたくらいの感じでしょうか、はいはい、審判は30ヤードの手前にボールを置きました。まあ、しかしこれでフォースダウンですから、そうですね、ここはもうね、攻撃はもうパンとしかしようがありません。そうですね、はい、2シリーズ目もパントを余儀なくされるようです。さあパント高く上げました。しかし50ヤードラインのほぼ真上にボールが落ちましたが、はい、滋賀大学のリンのサイドの方にボールが一つ転がりました。結局49ヤードの地点です。滋賀大学陣49ヤードから今度は滋賀大学のオフェンスと変わります。現在7対0と7点のリードを奪っている滋賀大学、第1クォーターの途中です。さあここまでオフェンスを2回やった、2シリーズやった琉球大学ですが、ちょっと今のところはまだうまく機能していないという感じですね。ただ先ほどのシリーズ第3、はい、サーダーンところで、はいはい、しっかりランプレー出せてましたんで、そうでしたね、みんな落ち着けていける。あ、おお、さあどうでしょう。うんと、ちゃんとつけてましたね、今のでもね。レシーバーが完全に抜いたなと思ったんですが、はいはい、ボールがちょっと低すぎました。パスインコンプリートです。オフェンスは滋賀大学。琉球大学のディフェンスは4-3です。さあアイフォーメーション3歩下がってパス、うん、ちょっと高い。今のパスあたりを確実に決めたいですね。そうですね、はい、さあサーダンです。最初のプレーでちょっとロスをしておりますので、サーダンで11ヤードぐらいありましょうか。ピッチ50ヤードラインをわずかに超えましたが、しかしファーストダウンには至りません。敵陣には入りましたが、47ヤードから8ヤード地点、46ヤードの地点にボールが置かれましたが、フォースダウンです。セカンドダウンの、ね、やっぱりパスミスがちょっと痛かったですね。そうですね、せっかくいいフィールドポジションからの、ね、はい、オフェンスだったんですが、ここはあっさりとパントを蹴らざるを得ません。さあ琉球大学のリターンに注目をしてみたいと思うんですが、さあどうでしょう。軽く蹴りました、うん、ナイスタックルですね。ナイスタックルですね、はい、ボールを取った地点がちょうど10ヤードラインぐらいの付近ですね、はい、なかなかでもキッキングゲームにおけるいわゆる突進って言いましょうかね、はい、相手への潰しはいいですね。そうですね、はい、あと今のもだ体育時間が、ね、はい、ありましたんで、はい、ハムタイム結構ありましたからね、はいはい、なんで今年はちょっとキッキングの方が例年よりかは滋賀大学いいとは思いますね。そうですか、はい、それは楽しみですね。そうですね、はい、結構大きいゲームになりますと、やっぱりキッキングゲームがね、勝敗を左右する時がありますからね。はい、ドローできました。そうです、これはでもかなり進みましたね。進みましたね、はい、
琉球大学さんの、はい、前のシリーズのサーダンでも、まあ、ほぼ同じようなプレーだったんですけれども、そうだったんですね、はいはい、オフェンスラインがディフェンスラインを押し込めてますんで、そうですね、はいはい、まあ、今のところ、まあ、ライン戦は琉球大学さんの方が勝ってるんじゃないかなというのは、はい、そうですね、はい、セカンドダウンです、パスです、ああっと、どうもパスを投げると最初のパスプレーでインターセプトがありましたので、そうですね、ちょっとハラハラっとさせられてるんですよ、ちょっと今のも同じような、はい、同じような感じでしたですね、はい、まあ、同じ失敗は二度とね繰り返さないというのが鉄則なんですが、はい、今もちょっと一瞬やっとしそうですね、はい、さあオフェンスラインを固めて相手のディフェンスをブロックしようという琉球大学、またパスです、さあキャッチはいたしました、初めてパスプレーが通りました、そう、はい、しかしこれでまだ稼いだ距離はほんのわずかですから、またフォースダウンですか、いや、ファースダウン出ますね、ファースダウン取れました、はい、ファースダウン取れましたね、はい、そうです、ということは琉球大学の初めてのファースダウンということになりますね、はい、はい、さあこれでまた雰囲気変わってくるでしょう、そうですね、左へロールしながら、はい、これは投げ出しましたね、そうですね、はい、今もサックされそうになってましたんで、そうですね、まあ、パスを決めて、そのパスを決めてファーストダウンを取りましたので、そうですね、これで相当自信が出てくるでしょう、はい、クォーターバックは12番の3年生の柴田洋平です、琉球大学とそして滋賀大学連盟交流戦、まだ第一クォーター途中です、はい、右にランプレーを見せました、そうですね、今オプションプレーですね、オプションプレーですね、はい、まあ、この辺りは昨年まで滋賀大学へ行った、そうですね、はい、プレーとほぼ同じような感じ、そうですね、もう、はい、なんか我がチームを見るような、そうです、で一瞬こう錯覚を起こすんじゃないかなと思いますが、サーダーンからの攻撃はまたパスですか、あーっと、それほど高いボールだとは思わなかったんですが、そうですね、今のは取れてたんじゃないかなって、はい、十分取れたと思いますが、はいはい、ちょっとジャンプするタイミングを失した感があります、そうですね、はい、手からすっぽ抜けました、パスインコンプリート、あー今の取ってると、ね、そうですね、はい、だいぶモメンタムも変わっとったと思うんですけれども、思うんですね、はい、はい、パスインコンプリートとなりまして結局フォースダウンです、またパントに変わります、あラフィンザキッカーですね、その後反則がありましたね、そうですね、はい、フラッグが飛びましたね、はい、おそらくハンターに対するラフィンダパサーを、キッカーを取られるんじゃないでしょうか、そうですね、もったいないですね、いやこれはもったいないですよね、はい、まあ、しかし琉球大学としてはこれでね、そうですね、はい、儲けもんですので、儲けものの、はい、その、いわゆる相手のミスです、はい、さあこれでウォータータイムです、おちょっと暑いんで、暑いんでしょうね、はい、はい、でも
まあ、両チーム人数少ないですので、はい、そうですね、まあ、審判のレフリーの裁量で、はい、判断によって、はいはい、クォータータイムを取りました。まあ、審判の方も今一生懸命に水を飲んでいらっしゃいますが、いやそれは審判も大変でしょうからね。そうですね、はい、まあ、琉球弾薬を迎えましたが、先ほども冒頭にもお話を申し上げたように、沖縄の方はここ 4,5 日は本当に25度前後という大変、まあ、沖縄の人たちにとっても適温だったんですが、はい、大阪へ来てびっくりしましたと。この暑さはひょっとするとこう10度近く、そうですね、今日はそうですね、そうなんですよね。おそらく放送を今ご覧いただいている沖縄の皆さんもびっくりされているんじゃないかなと思いますが、はい、これで、審判によるちょっとしたクォータータイムを取りました、はい。まあ、あるいは今日のゲーム中こういう光景が何回か見られるかも、ね、ありますね、多分ね。さあこれで反則によってファーストダウン10です。ちょっとブスランプが悪い。そうですね、はい、そして思い切ってパスを投げる。抜けてます、抜けてます、どうだ、あわや逆にまたインターセプトという機会だったんですが、いやでも今33番マスタークよう触りましたね。よく触りましたね、はい、完全に完全抜かれてました、はい、完全抜かれてました。いや今のはね、これはもう琉球大学にとっては絶好のビッグチャンスだと思われたんですが、はい、よく追いつきましたね。そうですね、はい、いやいやなかなか大したものです。まあ、今のすごいいいサインだったと思いますね。そうですね、はい、はい、まあ、相手の反則で得たチャンスで一発狙うというのは、はい、そうですね、はい、さあ、どうでしょう。ちょっと今インターセプトしたんですけれども、ちょっとオフサイドですね。はい、はい、でしたね、はい、ちょっと流れ悪いですね、滋賀大学の方がね。滋賀大学の一番左の端にいた選手ですね。そうですね、はいはい、オープンブリッジ入ったんですけれども、ブリッジ行ったんですよね、はいはい、ところがちょっと早すぎましたねそうですね、うん、はい、オフサイドを取られます。はい、もうライン越えてしまって、はい、突っ込んでしまいましたんでね。はい、そして5ヤード前進してちょうど40ヤードライン、はい、ここからセカンドダウンの攻撃です。いやいやもうこの勢いに乗じて、そうですね、思い切ってブリッツをかけていきましたが、やや早すぎました。さあ逆に琉球大学としてはこれをチャンスに、そうですね、ちょっと今ね、流れがきつつありますから、そうですね、そういうことですよね、はい、セカンドダウン、はい、どうでしょう。難しいですね、はい、サーダウン、そして今3ヤードほど進みました。あと2ヤードぐらい残ってますからね。そうですね、パスダウンでね。そうですね、今の、ね、パスが、はい、コンスタントに決まるようになると ね、はい、思い切って長いパスもですが、今ぐらいのパスを ね、 そうですね、積み重ねていくとリズムは出ると思うんですけど、そうでしょうね、はい、はい、ここでまたホイッスルです。今度はオフェンスですかね。あ、フォルスタートかな。はい、フォルスタートです、はい、今度は5ヤード戻します。はい、ちょっともったいないですね。そうですね、今上本さんがリズムにこれでうまく乗れるかなっておっしゃった時の反則ですからね。そうですね、はい、この滋賀大学と琉球大学、解説は滋賀大学の OB で2年前まで監督をお務めになっておられた梅本力也さんに解説をしていただいております。さあショットガンパス抜けてますね。ちょっとしかしオーバースローです。
さあこれでまたフォースダウンになりました。ここはもう無理できません。まあ、ロングパスっていうのは決まるとね、もう一気にその劣勢をこう挽回することができるんですが、なかなかうまくつながらないと、そのいわゆる攻撃のリズムをね、逆に変えてしまうことになりますからね。さあパントです。どうでしょう、これはそこそこのパントになりそうです。そうですね、点々としてちょうど25ヤードぐらいのラインでしょうか。はい、止まりました。25ヤードラインです。さあ今度は滋賀大学のオフェンスと変わります。第1クォーターはあともう少し残っています。ボールオン25ヤードファーストダウン10滋賀大学。さあ中央のランアタックでしたが、そうですね、ディフェンスライン頑張ってますね。結構頑張ってますね。頑張ってます。そうですよね、はい、ですからゲインとしては2ヤードです。セカンドダウン8、ボールオン27ヤード。昨年までのショットガン体系からセットバックのランオフェンスに今年から改めました。新しいオフェンスに取り込みます滋賀大学。お、抜けた。21番ですね。ねえ、抜けましたね、はい、お、何か左のサイドライン際をですね、スルスルスルっと上がっていったんですが、なんか琉球大学の他の選手たちもちょっとしばし呆然というような感じで見てましたね。いや、これで一気にロンゲインになりまして、ちょうど50ヤードラインまで上がりました、はい、今のランだけで24ヤードほどかかりましたね。そうですね、そうですよね、はい、さあ50ヤードライン、もちろんファーストダウン10です。んっと、これはサック受けました。そうですね、はい、やっぱりディフェンスラインは、はい、あのライン戦はあの琉球大学さんの方が、そういうことですね、はい、勝ってますんで、はい、オプションクォーターバックと言われる1番の村田雄一君、高校時分は野球をやっていたんだそうですね、はい、したがって2ヤードロスをいたしました。ボールオン48ヤードセカンドダウン12ヤード、まあ11ヤードと申し上げた方がいいかもしれません。さあ中央を作ります。はい、これはクォーターバック自らキープしたんですね。そうですね、はい、ただやっぱりあのディフェンスラインに押し込められてますので、そうですね、はい、やっぱ走るコースがないですね、はい、そういうことですね。さあ、はい、ここで第1クォーターが終了いたしまして、ちょうどボールが50ヤードラインに差し掛かったかなというところでクォータータイムです。第1クォーターは終わりました。初めのプレーでもってインターセプト、そのまま結局タッチダウンに結びつけてキックも成功させて7対0と第1クォーターを終わって滋賀大学が琉球大学をリードを奪っております。さあ第1クォーターを終わって今上本さんどんな印象ですか。はい、まあ、あの初めの、 あのシリーズで、はい、あのまあ、あのインターセプトして、まあ、点は取れ、はい、滋賀大学取れたんですけれども、はい、その後シリーズからはどちらかいうと琉球大学さんの方のリズムの方がいいかなっていうのが印象的ですね、うん、はい、そうですね、基本的にあの滋賀大学オフェンス全然その後出てませんのでそうですね、はい、確かにそうですね、はい、ちょっと先ほどのクォータータイムの寸前にね、まあ、ランオフェンスで時折いいランがね、はいはい、1に見られるんですが、
なかなかライン戦では今ちょっとそうですね、完全に琉球大学の方に、はい、押し込められてます ね、 っていうね、そういう感じですよね。さあ間もなくサイド入れ替わって、画面の右側が滋賀大学、自陣の49ヤードもほぼ50ヤードライン、50ヤードラインのところから攻撃を行います。サーダウンの攻撃です。一人モーションプレイアクション、そしてパスはどうでしょう、キャッチできるか、惜しくも手の先にはちょっと当たったような感じがしましたが、ね、しかしただディフェンスコーナーバックですね、しっかりあのつけてましたんで、はいはい、さあこれもディフェンスよく頑張って、それ以上50ヤードライン、いわゆる琉球大学の陣まで攻め込ませなかったというね。そうですね、はい、ここでいよいよパントです。パンターは25番の西山くんですね。そうですね、はい、3年生。さあどうでしょう、高く上げました、うん、ちょうど23、4ヤードぐらいの地点でバウンドをして外に出す。さあ今度は琉球大学のオフェンスです。琉球大学のチームのニックネームがスティングレイズ、スティングレイズというのは、スティングレイというのは赤鋭のことなんですが、赤鋭が持っている毒針の一撃のごとくハードヒットで敵を倒すというのがこのチームのモットーでニックネームに選びました。一方の滋賀大学もグラディエーターズ、はい、これはさまざまな猛獣や魔物が待ち受けるコロシアム、いわゆる競技場で戦う剣闘士から取ったものなんです ね、 そうですね、はい、まあ、いずれも戦うと言いましょうね、相手をいわゆる刺すというね、はい、そういう意味で非常に激しいニックネームをチームのモットーとしております。さあ第2クォーターに入っています。さあボールオンが24ヤード地点、セカンドダウンです。セカンドダウンでまだ8ヤードぐらいありましょう。パス、かなり速いパスだったんですが、そうですね、これも取って取れないことのないパスだったと思うんですが、ボールが手につきませんでした。やっぱりああいうパスをその確実にっていう、ね、そうですね、先ほどメモさんおっしゃったように、あれでこう繋いでリズムをこう、ね、そうですね、作っていくっていうね、そこが望ましい琉球大学。サーダウンで8ヤード、ショットガン体系、オプションですね。さあー右に走って、そしていわゆるトスをして、しかしこれもファーストダウン獲得までには、あ、ファーストダウン行きましたね、ギリギリ行きましたね、はいはい、33ヤード、はい、まずはオプション成功ですね。そうですね、そうですね、はい、33ヤード、これでファーストダウンギリギリ成功です。さあ勢いに乗れるか琉球大学、ザッパク、そしてパスと見せかけて自らキープ、しかしこれはほとんどゲインがありません、1ヤードぐらいでしょうか。今のは初めから決めてたんですかね、どうですか、キープはね、それともいや多分あのターゲットがいなかったんやと思うんですけども、ね、そしてすぐ切り替えたというところ、はい、でも切り替え早かったんですが、早かったですね、でも滋賀大学よく止めましたですね、そうですね、ほとんどゲインはなしとこう見てもいいでしょう。セカンドダウン10です。ショットガン、今度は左に走ってパスを投げます、あっとインターセプト、しかしわずかに弾きました。いやいや、これももう完全に手の内入ってましたね。そうですね、今のはもう、
あの取らんとダメですね。そうですね。今ボールをハンブルしたのは山根君ですか。そうですね、17番山根ですね。はい、タイトエンドですから本来はね。そうですね、取ってもらわないとなんですか、ね、彼はクォーターバックもやるんだそうですね、はい。まあ、これだけ熱いゲームの途中ですから、ひょっとしたらクォーターバック出場もあり得るかもしれないというところですが、さあずっと左にロールして思い切ってパスを投げた。さあロングパスですが、スローバックのパスでいきましたね。はい、ただ今のはちゃんとコーナーバックもね、はい、ちゃんとしっかりとパスカバーできてましたんで、はい、結局このパスはロングパスは失敗に終わりました。左にロールして、そしてスローバックのパス、わずかにオーバーしました。サーダーンです。あうわあ、ペナルティーを取られましたか。いや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 、もったいないですね。もったいないですね。今日はこういうメジャーファウルが2回目ですね。もう2回目ですね、千葉大学としてはね、はい、これは2回目ですから、もう琉球大学としては絶対に生かさないといけないですね。しかも50ヤードラインの手前ですね、48ヤードまで前進してきました。反則に助けられました。さあもちろんファーストダウン10です。ショットガン体系、さあパスは通って、はい、5ヤードぐらいのゲインができました。まあ、これでいいと思いますね。そうですね、こういうふうなパスを、はい、繰り返していけば、そうですね、後ろのゾーンも空いてきますんで、はいはい、ワイドレシーバーの早川浩一にパスが送られました。まあ、ヒッチで5ヤード稼ぎました。敵陣の48ヤード。キープしています。おお、これでファーストダウン取りました。いや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 、パワーで持っていきましたね。そうですね。そうですね。クォーターバックの柴田洋平がそのまま自らキープして、そして一気に35ヤードまで前進しました。もちろんファーストダウンです。やっぱりこうなりますと、今の反則大きいですね。そうですね、はい、ちょっともったいなすぎましたね。そうですね、しかもいきなりクォーターバックキープしてのファーストダウンですからね、はい、パスだ。ん？取っている。取ってますね。パス取っています。はい。はい、ちょっとリズム乗ってきましたね。乗りましたね、はい。はい。今思い切ってよいしょと投げたんですが、はい、見事にキャッチしました。さあもちろんこれでファーストダウンです。はい、ここでまたレフリータイムアウトですね。はい、両チームがやっぱり水を補給しようというそういうタイムアウトです。なかなか関西でも珍しいんですよ。そうですね、水の補給のタイムアウトっていうのはね。そうですね、はい、でも今日はことのほかやっぱり暑いですからね。まだ今日6月に入ったばかりで、しかもこれから長いまた梅雨のシーズン。あ、そういえば沖縄は今梅雨の真っ最中ですからね。そうみたいですね、さあすぐにまたタイムが解けました。そしてボールオンが24ヤードぐらいの地点ですね。さあファーストダウン10、このリズムをゴールまで結び続けるかどうか。はい、今度はランプレーです。ああ、抜けた。抜けてますね。抜けましたね。そうですね。そうしてファーストダウン取りましたか。ギリギリですね。ギリギリのところでしょうね。はい、はい、
ちょっとタックルが甘かったかな。そうですね、ちょっと滋賀大学ちょっとやっぱハドルの中の雰囲気もちょっと、はい、そうですよね、うん、はい、タックルミスが続いてますね。そうですよね、何人もタックルミスしてますから、かわされましたもんね、はい、そうですよね、はい、本来ならね52番の小林君がしっかり仕留めとかなあかんところだと思うんですけれども、ね、さあこれも一つの大きな反則からですね。そうですね、クックンとリズムに乗っています。さあショットガン体型、今度は右へのパス、ちょっとリードボール過ぎた、ほんのわずかですかね。そうですね、レシーバーの足一歩リード過ぎました。片一方の手には当たったんですが両手でキャッチできず、まずパスインコンプリート、はい、これは正式なタイムアウトです。前半の、はい、琉球大学がタイムアウトを取りました。今日サイドラインで指揮を取りますのは篠宮コーチです。いやここまでは手応えを感じておられるんじゃないでしょうかね。そうでしょうね、はい、あのオフェンスは今すごいリズムよく乗ってますもんね、進んでますんで、はいはい、あのランプレーにしてもパスプレーにしてもそうですよ、はい、あのまあ、あの想定内 の、 そうです、ね、あの 予定通りの攻撃ができてるんじゃないかなと思うんですけど、しかもあの短いヤーデルじゃなくて結構ヤーデルを大きく稼いでますからね。そうですね、そうですよね、あと広くフィールドを使えてるんで、そうですよね、はい、そして今ボールが置かれている地点がちょうど15ヤードですね。滋賀大学のゴールまであと15ヤードという地点です。さあこのサードダウンの攻撃を大事にいきたいところですがどうでしょう。先ほどはパスインコンプリートです。さあまた塗装してオプションプレー、ファーストダウンは行きましたか、はい、これで行きましたね、はい、これでファーストダウンを取りました。でもこれは確実にファーストダウンを狙いに行った今です、ね、そうですね、はい、そうですね、はい、第2クォーター前半は残り4分12秒あります。さあこの勢いをそのままタッチダウンに結びつけて同点にまずは追いつきたい琉球大学です。はい、もう一度タイムアウトを取ります。これが前半2回目ですね、はい、はい、意外と残り10ヤード以内、はい、そこからのオフェンスが、ね、実は難しいですね。そうなんですね、意外とあの 守備範囲が、はい、狭くで済みますので、はい、なかなかここからそのプレーコールですね、はい、そこのところが、まあ、難しいところではあると思うんですけれども、いやそれは梅本さんプロでも ね、 でね残り3ヤードの攻撃が一番難しいと言いますからね、はい、確かにいわゆる10ヤード以内というのは難しいですよね。そうですね、さあどうする、左に、あブロッカー1人余ってますね、誰もいない、あタッチダウンです。完全にガラ空きになりました。そうですね、まるであのゴールへの花道がこう過ぎたような感じでね、はい、ちょっと滋賀大学のディフェンスははっきり取られている間に、そうですね、はい、もう一度見てください、はい、完全に開きましたね。そうですね、もう一人ブロッカーも余ってますからね、はい、そうでしたもんね、はい、はい、さあこれは成功ですね、決まりましたね、はい、さあこれもラッシングタッチダウンによりまして見事に同点に追いつきました。7対7です。いや、やはり一つの大きな反則はやっぱり
そうですね、一つのタッチダウンに結びつく、だいぶ流れは変わってしまいましたね。はい、いやでもそれをうまく活かしましたですよね。そうですね、それを活かした琉球大学さんの、はいはい、あのプレーコールがうまかったんじゃないかなと思います。はい、そうですね、はい、まあ、今のシリーズは篠宮コーチの勝利と、そうですね、いうことが言えるかもしれませんね。はい、はい、さあ再び今度は琉球大学のキックオフです。得点は7対7。さあどうでしょう、10ヤードぐらいのラインです。リターンです。おー、いいリターン。あー、ボール落としました。あー、落とした。どうでしょう、さあどっちが抑えるか。ここで琉球大学ですね。琉球大学がどうやら抑えたようです。うわー、これは手痛い。またファンブルですね。リターン中のファンブルがありました。ちょっと流れ悪すぎますね、滋賀大学。そうですね、はい、さあそうなりますとこれは一気加勢といいましょうか。そうですね、琉球大学としてはこのもらったチャンスをですね、はい、まあ、もちろんキッキングチームのビッグゲームなんですね、ビッグプレーなんですが、はい、それを奪い返して、そうしてゴールまでが22ヤードぐらいですか。そうですね、そうですね、このシリーズ少なくとも3点は欲しいところですよね。そういうことですよね、少なくともそうですね、はい、あと前半がそれでもまだ3分以上あります。どうでしょう、通ってますね、うん、はい、いや随分行きましたよ、行きましたね、はい、これもうゴール前 5,6 ヤードぐらいの地点です ね、はい、もちろんこれでファーストダウンです。あ、11ヤードですね、失礼しました。滋賀大陣内の11ヤードからのファーストダウン点です。あ、やっぱり6ヤードでしたね、そうでしたね、今場内11ヤードという6ヤードです。さあどうでしょう、一気にいくか、そのまま持ち込めるか、ちょっと手前ですか、1ヤードぐらい手前ですね。そうですね、そうですね、ただ引きずられてますね、そうですね、はい、初めの勢いではそのまま引きずられて一気にいくかなと思ったんですが、はい、最後よく止めました。もう一度見ましょう、そうですね、いやもうなんとか必死ですよ。そうですね、必死のタックルで、ただちょっと動けてないですね、滋賀大学の方が ね、ちょっと足が止まってる感じですね、はい、もう完全足止まっちゃってますね。そうですね、はい、やっぱり暑さでしょうか、はい、さあゴールまで1ヤード、うん、タッチダウンですね。あ、突き抜けます、はい、はい、タッチダウンです。これで第1クォーターに7点を先行された滋賀大学ですが、あの琉球大学ですが、第2クォーターに入って2つのタッチダウンで逆転に成功しました。そしてトライフォーポイント、エクストラポイントのキックをこれから蹴ります。入れば7点リード。はい、決まります。さあこれで14対7と、笛が吹かれましたか。イエロー出てますね。イエローが出てますね、はいはい、さあ何でしょうか。はい、いわゆるキックの時に滋賀大学のディフェンスがオフサイドの反則を犯しました。まあ、しかしキックは成功しておりますので、これはそうするとこの5ヤードは加算されますか。ディクラインしました。ディクラインしましたね、はい、従いまして14対7と、
琉球大学が第2クォーターで逆転して14対7、琉球大学がワンポゼッションリードを奪ってこれからまたキックオフです。もう第2クォーター、いわゆる前半があとわずかです。キックオフ、ゴール前の7ヤードからのリターンです。いいリターンになった。うんとかわして36ヤードぐらいまで来ました、ね、はい、いやーナイスリターンです。ちょうど30ヤードぐらいリターンできましたね今。そうですね、はい、まあ、あの21番33番、まあ、これが 2, 番、はい、2枚看板ですので、ね、そうですね、その、はい、やっぱり足を生かしましたね、はい、そうですね。さあ残った時間で1分42秒です、ね、ですか、残り、はい、まあ、うまくいけばこの時間で十分可能ですからね、取れますんでね、はい、同点はまずね、はい、可能なんですが、さあどうしますか。モーションテールバックにボールを持たせた、うん、必死にこれがディフェンスが止めます。40ヤードラインをちょっと超えたあたりです。さあこれで時間を使うとちょっと少しね、そうですね、ただちょっと怪我人がするんですが、はい、そうです、今一人レフリータイムアウトで、はい、滋賀大学の方の選手が一人横たわっておりますので、ちょ人数少ないんでね、一人でも怪我、特にラインは、はい、あの一人でもかけてしまうと本当にそうですよ、大変な、あの、うん、人繰りが大変になりますんでね。やっぱり今回もディフェンス、オフェンス両方を兼ねる選手が何人かやっぱりいますもんね。何人もいますね。そうですね、特にもうラインはもうほとんど、はい、そうですもんね、どっちとも出るという方、はい、あの選手が多いですんで、あの琉球大学の方のキャプテンの桐原君も、今日は64番の、番号をつけておりますが、はい、彼はあのオフェンスのラインでもありますので、はい、あのやっぱりでもね、とっても明るくね、はい、今日はもう本当に楽しみにしてるんですっていうふうに生き生きと、私どもに答えてくれたんですが、まあしかし代わりの選手が本当に数が少ないだけにね、最後に一言ね、あのとにかく無事でね、元気で、あの怪我をしないようにというふうに声をかけましたが、はい、一人今担架で運ばれて、ベンチサイドへ戻ってまいりました滋賀大学の選手です。さあピッチしました。ああ襲いかかった、ナイスタック。やっぱりあのディフェンスラインが、はいはい、あの素早いですね。そうですね、はい、いやいや、とにかく今日の目標は全員パシュートを徹底して守りで勝つんだという、その琉球大学初めにももうお伝えをしたんですが、はい、もうそれを字で言ってますね。そうですね、試合が始まった直後はクォーターバックがいきなりインターセプトを食らったりしてちょっと硬さが見られましたが、今はもう伸び伸びやってますね。あ、これ抜けそうですね。これは抜けた、これはあーっと、しかしよくタックルしました。はい、48ヤードの地点でタックルです。これよく止めましたね。これよく止め、あそこ抜けたら空振りに終わったらもうそのまま行きますからね。もうタッチダウンですね。そうですよね。さあ残り時間がどんどん少なくなってまいります。はい、ここで滋賀大学がタイムアウトを取りました。前半のタイムアウトを取っています。やっぱり気持ち的には同点にして前半を終わりたいという ね、その気持ちがありますが、あとちょっとね、流れがリズムが悪いですので、はい、ちょっと ね、よくして後半につなげていきたいやとは思いますけれども。そうですよね、はい、はい、タイムアウトを解きます。
自陣の48ヤード。もちろんファーストダウン10。ピッチ。縦に上がる。うまくかわして、ああ、それでも5ヤードぐらいゲインしましたね。5ヤードぐらいはゲインできました。個人技でいけましたね。はい、まあ、そうですね、サインで、琉球大学さんのサインで、今あのロスタックルいけそうなあのサインは入っとったんですけれども。なるほど、なるほど。はい。また一人選手が痛みましたね。滋賀大学の選手です。これ相次いで。そうですね。はい、やっぱ暑いんですかね。でしょうね。おそらくも30度を優位に超えております、はい、まさに真夏日、今日から6月、まあ、このあとまもなくしますと関西は長い梅雨に入るわけであります。そうです。沖縄は今梅雨の真っ最中、しかし意外と涼しいんで驚いていますというふうに、沖縄の皆さんはおっしゃっておられました。それだけに10度近く気温の高いこの大阪へ来てびっくりしておりますということで、普通はあの沖縄の方が暑いでしょうと誰でも思うんですが、はい、今のところは逆のようです。その暑さの中で怪我人も出ています。ただ琉球大学さんの方が元気ですよね。いや本当にそうですね、はい、さあボールは琉球大学陣の47ヤードです。そしてパスへ投げますと惜しいな。よく触りましたね、96ですね、はい、そうですね、はい、山根君がキャッチしようとしたんですが、しかしこれはパスインコンプリートに終わりました。サードダウンの攻撃に変わります。もう残り5秒ですからね。あと5秒です、はい、もうワンプレーですね。そうですね、そうですね。となりますと思い切ってロングパスを投げるか。クォーターバックは村田、山根がモーション、そして村田からパスを投げますがどうでしょう。これはパスインコンプリート、レシーバーのところまで届きませんでした。はい、結局これで前半が終了いたしました。第2クォーターに琉球大学が逆転をいたしまして、2タッチダウン、2キック、そして14対7で前半終わって、琉球大学が7点のリードを奪ってこれから後半へと持ち越されます。いや、前半終わって一言いかがですか。そうですね、もうライン戦の方で、はい、もう琉球大学の方が勝ってますんで、うん、はい、リズムの方はもう琉球大学の方が、いいですね、はい、まあ、滋賀大学の方ところどころいいローンゲインとかあるんですけれども、そうです、ね、うん、やっぱりちょっと反則でちょっともったいないことをしているなというのが印象ですね。でも考えてみますと二枚看板と言われる増田君と西村君のこの両ランナーですね、はい、やっぱりこれをこれからも生かしていかないと。そうですね、はい、ちょっと苦しいかなという。苦しいですね。それとやはり琉球大学を元気づけたのがいわゆる大きな反則ですね。そうですね、あれで相手を生かしてしまったということね、はい、うん、まあ、返す返すも今となれば残念なんですが、そうですね、やっぱりそれにチャンスをうまく生かして、うん、立て続けにタッチダウンを2つ稼いだね、はい、この琉球大学、なかなかでも私どもも琉球大学のアメリカンフットボールを見るということはこれまでなかったわけですけど、はい、そうですね、はい、印象としてはいかがですか。いや、すごい堅実というか、うん、まあ、チャンスの時には、はい、しっかりとオフェンスもしっかり、はい、やられるんで、うん、まあ、やっぱりどういうんですかね、勝負強いというか、あ、なるほどね、うん、いうのはすごい印象にありますね、うん、はい、そうですね、うん、まあ、まだいわゆる九州の連盟にですね参加してまだ本当に 2,3 年しか経っていないんですが、はい、それでも一部残留を決めてですね、そうですね、今年の目標も一部残留ということで、はい、やっぱり少ない人数ながら選手たちが懸命にやっぱりフットボールを楽しんでいる、そうですね、そして一生懸命まだ勉強中なんですというふうにはおっしゃってますが、はい、なかなかどうしてね。そうですね、逆にね、滋賀大学の方が勉強させてもらわなあかんというような、うん、前半の内容ですけれども、ね、そうですね、はい、後半はどうすればいいでしょう。後半はもうとりあえず、まあ、もう、
もう言うても21番、33番、はい、この2人、はい、あの2枚看板になりますんで、彼らをどういうふうに生かしていくかというところなんですけども、やっぱりライン戦でもうちょっと頑張ってもらわないことにはどうしようもないんでね、はい、やっぱ足が止まっちゃってますんで、はいはい、確かにあの2つ目のタッチダウンの、あの左中間にトライされた、はい、あのタッチダウンされた時には、はい、ほとんどみんなの足が止まってしまってましたもんね。まあやっぱり急激に来ますからね。そうですね。この熱中に近い暑さというのはね、はい。はい。まあですから一つこのハーフタイムで十分休養を取って、そうですね。そして後半戦に備えてほしいな、はい、そんな気がいたします。はい。今日は関西九州の学生アメリカンフットボール連盟の交流試合ということで、とにかく沖縄から琉球大学スティングレインズを初めて、迎えまして、まあ、この琉球大学そのものも、九州はいつも秋のリーグ戦を戦っているんですが、とにかくこうして関西にやってくる、しかもいわゆるフットボールのメッカとも言われるこの関西のチームと対戦ができるということが大変楽しみで、はい、やっぱりこれを一日先週の思いで待っていましたということで、何かこう伸び伸びと羽ばたいているそんな感じが、ね、そうですね、受けますもんね。はい、はいはい。まあ、後半もですね、あるいはその勢いに応じて、ますますもってこの滋賀大学を潰しにやってくるかもしれませんが、先ほどメモさんがおっしゃったようにやっぱりライン戦にまず勝つこと、そうですね、そしてスタミナを十分、はい、蓄えて、そしてあの途中で足が止まらないようにということで、まだ時間的にはこれから本当に暑い最中の本番を迎えるわけでありますけれども、一つ後半滋賀大学グラディエーターズの大健闘を一つ期待をしたいと思っております。第1クォーター7対0で滋賀大学、第2クォーターが14対0と逆に琉球大学が2本タッチダウンを奪いまして、現在7点の差、琉球大学が7点リードを奪いまして、これから後半に入ります。今ちょうどクォータータイムです。それでは後半をどうぞお楽しみ。今日は関西九州の学生アメリカンフットボール連盟の交流試合として、沖縄から琉球大学スティングレイズ、そして滋賀大学グラディエーターズがこれを迎え撃つ形になりまして、今エキスポフラッシュフィールドでこれから後半のゲームを迎えようとしております。前半終わって14対7と遠来の琉球大学がワンポゼッションリードを奪って14対7と7点のリードであります。今日のゲームの解説は滋賀大学の OB で、2年前までこの滋賀大学グラディエーターズの監督をお務めになっていらっしゃった梅本力也さんに解説をお願いしております。まあ、梅本さん、前半の終わりにもお話をしていただきましたが、はい、とにかくちょっと滋賀大学のチームの足がやや止まり気味 で、はい、一番最初に今日一番期待したいことっていうことは、最後までとにかく走り切ってほしいということをです、ね、おっしゃっておられたんですが、はい、それがもう、前半の終わり頃にですね、はい、本当にみんなの足がやや止まり気味だと、はい、いうことがちょっと残念で、そうですね、僕監督してたら絶対怒ってますね。ああ、そうですいやでも今の徳山監督も怒っていらっしゃるんじゃないですか。怒ってると思いますけど。でしょうね、はい、ということは持てる力のまだこう半分も出ていないところなんでしょうか。そうですね、うん、あとはもしかしたらもうちょっと、うん、気持ち的に押されてしまって、はいはい、うん、いうところがあるかもしれないんで。あ、そうですか、うん、でもこの滋賀大学の今年、まあ、これからですね、はい、春はもう一つ和歌山大学との、定期戦のようなゲームが残っておりますけれども、はい、いわゆる秋に向けてこの秋はですね、はい、どのようなことを一番の目標においてこう今戦おうとしていらっしゃるんですか。まあ、今年また秋ブロックちょっとなかなか厳しい、はいはい、強豪校揃ったブロックに入ってしまいましたので、はい、いわゆるディビジョン3の A ブロックですかね。そうですね、はいはい、毎年、入れ替え戦に出るようなチームが固まっちゃったブロックにちょっと入ってしまいましたので、うん、なるほどなるほど、やっぱり今、まあ、どれだけベースプレー、うん、まあ、フィジカル、まあ、
どっちとも上げていくか、はい、ベースをまずどれだけ上げていくかということになりますんで、なるほど、はい、なんでこの時期にもっともっと走れとかないと、うん、あの秋ちょっとしんどいに違うかなというのはありますけれどもね、そうですね、はい、まあなんとかしてかつてはそのディビジョン2で戦ったこともあるわけですから、やっぱり早く一つのランクでも上げたいという ね、これは当然あるでしょうし、はい、さて一方の琉球大学の方なんですが、いわゆる今日の目標といいましょうかね、これをコーチにお話を伺いました。篠宮コーチはね、基本の徹底、はい、基本をまず徹底する、それからいわゆる関西に琉球大学のアメフトへの姿勢をですね、どうしても見せたいんだという、はい、ですからみんな意気込みはものすごい強いものを持っているわけですね。そうですね。で、声出しや全力プレーを通してぜひアピールしたいということをね、今のところ前半リードもしておりますし、かなりその目標はですね、達せられてるんじゃないかな。そうですね、見せつけられてますね今ね。そんな気がいたしますね、はい、さあこれから後半の開始です。後半は再度画面右側が琉球大学、そして左側が滋賀大学です。さあ後半は琉球大学のキックオフでゲームが始まりました。ボールが置かれる地点が35ヤード地点ですか。はい、そうですね、はい、ここからファーストダウンの攻撃です。さあまずは得意のランプレーで、そうですね、ですね、クォーターバックは村田、さあテールバックがボールキープして、ナイスタックですね。これはハンブルかな、それとも先に2ダウンしてるかな。ダウンしてますね。ダウンしてますね、はい、そうですね、はい、いや思わずボールが転がるというね、やっぱり激しいですね、タックルが。激しいですね。そうですよね。さあそれでも3ヤードほどゲインをいたしました。セカンドダウン7、アイフォーメーション、今年からランオフェンス、あうまくかわした、あしかし待ち受けていました、ディフェンスにタックルされまして結局ほとんどゲインありません。どちらかといえばちょっと半ヤードぐらいロスをしたかな、ね、まあ、でも今のところ39ヤードと申し上げておきましょう。ボールの先端が39ヤードラインぐらいにかかっています。さあサーダーンで6、7ヤード、この6、7ヤードがうまく取れるかどうかですね。後半の最初のプレーです。ただやっぱりオフェンスライン動けてないんで、あそうですね、はい、さあ押せるかどうか、ハイフォーメーション、うん、おあフルバックに持たせて、そうして2枚看板の、そうですね、ランニングの前のランナーに、はい、でちょっと足りませんか。そうですね、足りないですね、足りないですね、はい、はい、約2ヤード足りませんね。そうですね、そうですね、結局これはもう自陣内、まだ43ヤードですのでパントを余儀なくされます。ここはしっかり蹴って、そうですね、はい、はい、さあ高く上げて、うん、ナイスカバーですね。これはいいカバーです、はい、はい、ナイスカバーです。ちょうど15ヤードぐらいの地点でしょうか、はい、そうですね、やっぱ今のもだいぶ滞空時間長かったんで、はい、まあ、ハングタイムといってボールを蹴って空中にいる間の時間が、ね、長ければそれでカバーが、ね、はい、十分いけますので、はい、なかなかいいカバーでした。さあ今度は琉球大学の後半最初のオフェンスです。現在7点リード、
こをしっかり止めれるかですね。そうですよね。相手のファーストシリーズを止めるとね、やっぱり勢いに乗りますからね。はい。はい、ショットがちょっと動きましたね。動きましたね。そうですね。微妙なところを動きました。はい、フォルスタートです。5ヤード下がります。したがってこれでちょうど10ヤードラインまで下がりますね。そうですね。さあとにかくここは滋賀大学がディフェンス頑張って相手を自陣内に入れないことですね。そうですね。ショットガン。さあランナーが今ボールを持って切りました。しかしどうでしょう、6、7ヤードのゲインでしょうか。そうですね、そんなもんですね。はい、はい、ああまだ行ってませんね。5ヤードぐらいですね。そうですね、5ヤードですね。はい、したがってボールはちょうど15ヤードラインです。セカンドダウン5。まあでもランプレーで5ヤードって立派なもんですからね。そうですね、はい、2回でファーストダウン取れるわけですから。そうですね、はい、セカンドダウン5、ショットガン体系です。今年からこのショットガンの体系になりました琉球大学。パス、あちょっとボールを1回持って、そしてワンポーズを置いてすぐに投げたんですが、はい、ちょっとボールがレシーバーが手につきませんでした。んと痛みましたか。そうですね、これはレシーバーですかね。レシーバーですね。レシーバーですね、はい、そうですね、うん、コーナーバックとの接触でもあったんでしょうか。でも後ろからタックルを入られたんかな。はい、はい、うん、まあ、大丈夫、なんとか大丈夫ですね、はい、自分の足で、はいはい、今ゆっくりと引き上げていきます。さあこれで まずはパスを防ぎました。ボールオンは15ヤード地点、変わりません。ここを滋賀大学がしっかりと、いやそうですね、もう止めることですね。そうです、さあランプレーできました。これはかなり効きましたね、はい、30ヤードぐらいまで来ましたかね。そうですね、そうですね、はい、もちろんこれでファーストダウンです。やっぱ受け身になってますね滋賀大学の方が、ね、はい、そしてスピードがありますね。そうですね、ボールをねクォーターバックからもらった瞬間からもうトップスピードになってますもんね、はいはい、素晴らしいランです。自陣の29ヤードです。ファーストダウン10。体型はショットガン、一歩下がって、さあパスだ、どうでしょう。ジャンプ1番、取りましたね。取りましたか、取ってますか。あ、取ってますね、取ってます、はい、取ってます。ナイスキャッチです。いやーしっかりついてはいたんですよね、はいはい、ジャンプ1番、このボールを見事にキャッチしました。もちろんこれでファーストダウンです。いやー滋賀陣内に入ってきましたね、入ってきましたね、見事なキャッチです。はい、ボールオンは49ヤード滋賀大学陣内の49ヤードです。ファーストダウン10です。いや後半も勢い衰えませんね。そうですね、またランプレーです、うん、これは3ヤードぐらいのゲームで終わりました、ね、はい、47ヤードぐらいの地点です。
本当に琉球大学オフェンスラインがすごい頑張ってますね。頑張ってますね。はい、そうですよね。でこれだけやっぱりランナーが走ってそれを追い、はい、走らされるとこれまた後半にスタミナがなくなってくる可能性もあります。ディフェンスとしては本当に致し返しです、はい、逆に相手はね元気、勇気づきますからね。そうですね、はい、3歩下がったパスだ。どうでしょう、うん、これはパスインコンプリート。ちょっとレシーバーとのタイミングが合いませんでした。さあこれでサーダーンです。サーダーンで7ヤードぐらいありますか。そうですね、はい、7ヤードですね、はい、この7ヤードはちょっと厄介です。これをどう取るか、ランで取るかパスで取るか。おー、中央抜けた。いやいやいや、クイックハンドオフ。そうですね、しかも中央をトップスピードで抜けていきました。あっという間にファーストダウン取っています。31ヤードラインまで行ってちょっと足がまたつりましたか。そうですね、足がつったような感じですね、はい、そうですね。これ暑い夏にはよく起こる現象なんですが、そうですね、はい、今チームメイトが盛んにそのつった足を直しておりますが、担架も運び込まれました。どっか足を痛めたというんじゃなくて、おそらくつった状態だろうと思いますね。そうですね、つった状態ですね、はい、多分すぐ治ると思います。そうですね、はい、まあ、これは一応サイドラインに一旦戻らなければいけません。さあボールオンが滋賀陣内の31ヤードです。もちろんファーストダウン10です。あっという間に奥深く入ってきましたよ。そうですね、さあ滋賀大学のディフェンス陣がどう頑張るか。フォースリーディフェンス、クォーターバック、パス、おっとちょっと高かった、ちょっとレシーバーとのタイミングが一瞬合わなかったのか、ね、はいはい、ジャンプのタイミングちょっと何かこう着地しようとした瞬間にボールが来てしまいまして、はい、ボールがスポッと抜けていきました。ちょうどブリッツ入ったところに、あ、そうでしたね、ゾーンが空いたところに99番入ってきましたので、はい、それでタイミングが一瞬 ね、 そうですね、はい、セカンドダウン10です。ボールは滋賀陣の31ヤードショットガン体系。ああナイスタックですね。ちょうどドローの体系に入ろうとしたんですが、はい、しかしそこへ滋賀大学のディフェンスがもうまっすぐ縦に入ってきましたね。潰しにかかりましたが、さあこれは4ヤードぐらいロスをさせましたね。そうですね、はい、したがってサーダウンで残りそうですね13、はい、ヤードぐらい、13ヤードほどありますね。そうですね、さあサーダンロングです。パスでしょうか。ランプレーですね。いや、ランプレーです、ランプレーです。さっきからこのランが出てます、出てます、出てます。どうでしょう。ちょうど20ヤードラインぐらいまで行きました。行きましたね。ファーストダウン取りましたね。さっきからあのプレー出るんですね。そうですね、そしてまた滋賀大学の選手が一人故障をしたようです。今日これで滋賀大学の選手が、倒れているのが3回目ぐらいになりますか。そうですね、はい、今度はどうでしょうか。ちょうどサイドラインの近くですから、滋賀大学のいわゆるサイドラインの近くですから、はい、今選手が 2,3 人駆け寄って、体を起こしにかかります。33番ですか、マスダ君。そうですね、はい、多分ずっと出ずっぱりで、出ずっぱりで、はいはい、とにかく2人のかけがえのない、はい、ランナーのうちの1人ですからね。そうですね、
あら、足がちょっとやっぱりつってるみたいな感じですね。そうですね。そうですね。うん、ちょっとこの後のプレーにすぐに出られるかどうかちょっと心配です。エースランナーの増田君がちょっと痛みました。さあここはよく防ぎます。今のはちょっとスナップが乱れましたので。乱れましたね、はい、これはかなりロスです。2ヤードほどロス、2、3ヤードロスをしました。ボールが22ヤードから3ヤードぐらいの地点です。依然として琉球大学のオフェンスが続いています。このオフェンス結構長く続いてますよ。そうですね、そして滋賀大学のゴールまでもうあと22、3ヤードです。パスへ行く、抜けてますね。一気にタッチダウン、どうでしょう。あ、完全に抜けてたんですよね。抜けましたね、はい、まあ、しかし結局パスインコンプリートになりました。あとはやはりこういうパスの時の正確性というんでしょうかね。はい、せっかくここを抜けてるときにね、コントロールがうまくいけばタッチダウンも増えてこようというものですが、なかなかそうはうまくいかない。はい、まあ、これからの一つの課題でしょう。サーダウン、キープして、さあピッチどうでしょう。うん、ここは捕まえた。これはいい、はい、なんか待ち構えていたように今ね捕まえましたね。さあこれでフォースダウンです。相変わらず14、5ヤードあります。さあこれでタイムアウトが宣せられました。レフリータイムアウトですね。レフリータイムアウトですね、はい、はい、まあ、相当長くこれ続きましたからね。そうですね、はい、しかも選手が1人、琉球大学の選手が1人今、腰を下ろしておりましたが、今ようやく立ち上がってサイドラインに下がります。はい、このレフリータイムアウトは1人故障者が発生したということによるレフリータイムアウトです。まあ、しかし一番暑い時、しかも長いこの攻撃が、そうですね、長いドライブですよ。本当に、ね、長かったですね、まあ、でも特に目立つのはラッシングの方が今のところちょっと目立ちますね。そうですね、はい、そして第4ダウンということでちょうど30ヤードのラインのところからフィールドゴールを狙います。40ヤードの41ヤードぐらいありますかね。そうですね、はい、さあ41ヤードのフィールドゴールですがどうでしょう。はい、これはダメです。これはかなり手前に落ちましたかね。そうですね、そうですね、はい、まあ、かなり40ヤードを越しますと相当正確性といいましょうか、確実性が落ちますからね。またラッピングがキッカーですかね。またやりましたか。イエローフラッグが落ちています。あるいは梅本さんおっしゃるようにラッピングキッカーですね。ちょっともうもったいなすぎますね、もう。いや、こういう反則はもう一度やったら二度も繰り返さないことですね。まあ、選手はわざとやってるわけじゃないんですが、必死になって、そうですね、相手のそのキックを止めようとしていくんですが、ブロックに行こうとしてるんですが、はい、そのキッカーに対して、ラフプレーを演じてしまいました。ラフインダキッカーです。はい、これは大きな反則になりまして、これでまたファーストダウン10を許してしまいました。しかもボールの位置が12、3ヤードぐらいです。ゴールまで12、3ヤード。そしてショートバウンド、真横にパスを送りましたが左側、しかしわずかにキャッチをする前にボールが地に落ちました。ショートバウンドになりました。パスインコンプリート。ただ琉球大学の方はランニングプレーが確実に出ますんで、はい、そうですよね、はい、まあ、そんなにプレーコールで悩むことはないんじゃないかなと思うんですけども、はい、おそらく次あたりはそのランプレーでやってくるんじゃないでしょうかね。はい、
さあセカンドダウン10、またパスだ。おっと、今の手には当たったんですが、はい、弾いてしまいました。パスインコンプリート。今のランプレーを、はい、あのフェイクにしたパスプレーで、ね、まあ今、まあいいプレーコールかなとは思いましたけど、ね、一応アクションプレーで、はい、しかもパスも早く、ね、非常にクイックなパスだったんですが、はい、ちょっとタイミングが合わなかったのか、レシーバーがこれをボールを弾いてしまいました。さあもうこうなりますとサーダン10ですから、サーダンロングですから、どういきますか、ランかパスか。ランプレーですね。ランプレーです、ランプレーです。そして、うん、さあこれでフィードゴールは、これはおそらく、まあ、もう確実に確実な距離まで来ましたですね、はいはい、これでゴール前の、そうですね、7、8ヤードぐらいの距離ですか。そうですね、さあとなりますと大体25ヤードぐらいのフィールドゴールということになりそうですね。でもここで3点追加されるとこれ効きますよ。効きますね、結構この3点はね。どうでしょう、決まりましたね。はい、決まりました。25ヤードのフィールドゴールが決まりました。さあこれで点差が10点となりまして、いわゆる2ポジションですね。そうですね、開きますから。いや今の3点は与えなくてよかった3点。そうなんですよね本当にそうですよね。随分したがって今日はこのラフィンザキッカーで持ってですね、はい、失点がかなり多くなりまして、滋賀大学にとってはもったいない得点を相手に許したことになりました。さあここでちょっとタイムアウトで、クォータータイムですね。クォータータイムですか。あ、今クォータータイムになりましたね、はい、はい、そうですね。第3クォーターが終了いたしました。第3クォーターは3点追加した琉球大学、これで17対7で10点差、2ポジションのリードを琉球大学が奪ったわけです。さあ残るところはあと第4クォーター、ファイナルクォーターだけということになるわけでありますが、ちょっと今のところ滋賀大学としては風向きが良くないですね。そうですね、ちょっとディフェンスの方はもう正直止める術がないというか。確かにそうですね、はい、やっぱり初めて関西に遠征をしてきて、そして、まあ、琉球大学にしてくると本当に未知の世界を見るっていう、はい、そういう感じなんですよね。まあディビジョン3 A ブロックの滋賀大学とはいえ、やっぱりこういうその関西の大学のフットボールのメッカでプレーをするということに対する喜びとともにですね、はい、やっぱり自分たちを一生懸命見せようという今日の目標ということを、はい、なんかはっきり自分たちでもって実行しているというそういう感じがしますね。さあ第4クォーターになりますと、これ梅本さん、早期にまず一つ返さないことですね。ですからこれ立ち上がり第4クォーター最初のシリーズ大変ですね、はい、そうですね、もう次のシリーズで、はい、まあ、取れるか取れへんかで、今度はレシーブをして、はい、だからまずこのリターンも見ものですよね。そうですね、ですね。さあボールが35ヤード地点に設置されています。これから先ほどフィールドゴールを決めました琉球大学スティングレイズのキックオフです。さあリターナーはいわゆる強力な2人のランナーですから、33番増田君はちょっと多分怪我してるんで、さっきそうですね、はい、さっき増田君が足を痛めましたんで変わりましたね。そうですね、はい、そうですね。さあどうでしょう、21番の方に切りましたね。ですね、そうですね。さあ西村君がリターンです、うん、でもほぼ40ヤードまでリターンできましたよ、まあまあ、これは立派なもんです。そうですね、はい、いいフィードポジションですよね。おっ、ちょっと痛んでます。今度は西村君が痛めたかな、うん、足を痛めたのか、それとも
なんか手ですね。手ですね、はい、なんか手を押さえてましたもんね、はいはい、右のどうやら手か、そのあたりをどうやら痛めたようです。いやいや、ランナーが相次いでこうして故障とは痛いですね。やっぱりこれから、まあ、ゴールまでは約60ヤードほどですが、 そうですね、その間これはやっぱり強力なランナーを2人を一応欠いたという状態で行かなければいけませんから、ね、はい、これはちょっと痛いですね。さあ注目のまずファーストプレーです。滋賀大学クォーターバックは村田。琉球大学からも1人選手が変わりましたか、ね、はい、1人がゆっくり今サイドライン出ていきました。はい、プレー再開です。アイフォーメーション、キープしましたか。そうですね、はい、キープしてほぼ5ヤードゲインしましたね、はいはい、4、5ヤードゲインしています。まあ、村田君も、はい、あの走れるクォーターバックですよね。あ、なるほどね、はいはい、まあ、オプション QB の特徴を生かしたですね、はい、高校自分には野球をやっていたという。肩の方はどうなんですか。そんなに、ね、強くはないと思うんですけど、強肩ではないんです、ね、そうですね。あ、そうですか、はいはい、まあ、あの器用にはこなしますけれども、はいはい、今3年生ですからやっぱりこれから肩鍛えたいですね。そうですね、そうですね。さあランプレー、おー、間が空いた、綺麗に抜けてファーストダウン取りました。これは綺麗にオフェンスラインが、今オフェンスライン綺麗に取りましたね、はい、したがっていわゆるいい、穴が開きましたよ。そうですね、オフタクルゾーンに綺麗に穴が、ね、はい、はい、今のは33番ですか、じゃない、ね、今のは28番ですね。28番の、はいはい、マサキ君ですか、はいはい、マサキ健太です、2年生です。まあラインがあれ頑張ってあれだけ穴を開けてくれますと ね、はい、そうですね、道を開けますと非常にいいゲインができます。もちろんファーストダウン、ファーストダウン10、アイフォーメーション。さあ今度はどうでしょう。あ、ちょっと今のは先ほどの 逆、はい、逆側のプレーで同じプレーをやったんですけどね。同じプレーだったんですが、今度はもういち早く潰されて、はいはい、飛び込んでこられました。なかなか2つ続けてうまくいかないもんですね。そうですね。まあでも琉球大学の方も先ほどはやられた、すぐそれを今度は逆にやり返すっていうんですから、はい、なかなかの対応力持ってますね、はい、さあ、アイフォーメーションでクォーターバック村田抜いて、そして自分でおっとボールがこぼれましたが、ヘルメットが外れ、ヘルメットでした、ボールと一瞬勘違いしましたがヘルメットが飛びましたね、はい、かなりのですからハードなあれですね、はい、対決があったんですが、ん、ちょっとまた 手でも痛めましたか。はい、大丈夫だようです。はい、ゲインはほとんどありません、ね、むしろ1ヤードぐらいロスをしています、はい、サーダーンロングになりました。サーダーンで11ヤードこれちょっと見ものですね、ですね、あのランニングバック、まあ、エースランニングバックもいない状況で、はい、10ヤード。そうですね。さあここでやっぱりその注目だというところで徳山監督がですね今タイムアウトを取りました、はい、さあ本当にこれ大事な場面ですからね。そうですね、しかも敵陣に入っていてのこのオフェンスで
これを突破できれば、そうです ね、 ね、でしかもこのシリーズは絶対点を取らなければいけないシリーズですからね、はい、現在10点リード2ポゼッションのリードなんで、まあ次のプレー何するかというところと、はいはい、フォースダウンギャンブルするのか、はい、まあ、そこら辺の判断も今、はい、それもありますね、はいはい、それも含めてですね、はいはい、梅野さん何が考えられますか、 ここのプレーは多分、僕なら、まあ、パスのフェイクの はい、ドローなりスクリーンなり、はい、なるほどになってくると思うんですけどね、はい、その時に頼みのランナー、ね、がいないんですけど ね、 いないけどね、でもそういないいないばかりは言っておりませんので ね、 そうですね、それか、はい、マランプレーフェイクの17番山根君へのプレーアクションパスですね、タイトエンドへのね、はい、そうですね、今モーションを起こしています。さあどうでしょう、おーおーキープオプションキープ、おーでもちょっと足りません、3ヤードぐらい足りません。そうですね、ファーストダウンまで3ヤードぐらい足りません。やっぱりギャンブルですね、はい、これはもうギャンブルですね、はい、もう敵陣に入っておりますし、現在10点リードされているわけですから、はい、ここはギャンブル。さあ何で3ヤードを突破してファーストダウンを取るかどうか。さあここでもまたもうおそらくタイムアウトの間にそのプレーの指示もあったと思いますよね。さあ引き続いてクォーターバックキープか、あるいは先ほどおっしゃったタイトエンドか。さあどうする、ピッチしました、スイープですね、スイープです。さあどうでしょう、まあ、かわせそうだ、おお、いけた、そしてはい26ヤード地点ですね、26ヤード地点でアウトバーンズ、ファーストダウンを取りました、スイープでした。まあ、かつてアメリカのメジャーカレッジの一つ、あの USC サザンカリフォルニア大学ですね、南カリフォルニア大学が得意としていたスイープ、まあこれがあの決まれば一番こう豪快なそのランプレーが見られるというね、そのスイープなんですが、はい、今しかしよく走りましたね、よく走りましたね、28番正木君ね。さあどうでしょう、これは中央です。でも2年生の正樹君がなかなかしかしいい仕事をしましたね。そうですね、そうですよね、今のあの多く残った第4クォーターのギャンブルを見事に突破しての見事なファーストダウンを獲得したランです。スイープ見事に決めた後、今度は中央、さあこれもあと6ヤードぐらい残っておりましょう、ファーストダウンまで23ヤードです。さあまた中央をつきます、中央をつきます、しかしここはディフェンスがっちりと受け止めました。ほとんどゲインは1ヤード、1ヤードぐらいですね、1ヤードぐらいでしょうね、そうですね。サーダウンです、サーダウンでやっぱり5、6ヤードありますね。そうですね、本当ならばとにかく時計を、ね、あまり回転させないうちに、う、ね、止めずにちょっと、早く1本返したいんですけども、そうなんですよ、今時計は回ります、アイフォーメーション、んちょっとディフェンス動いたかな、さあ抜いてそしてキープして、ああこれはダメだ、ちょっとディフェンスの突っ込みが一瞬早いかなともこう見えたんですが、しかしイエローは出ていません。さあフォースダウンになりました、ボールが置かれているのが24ヤード地点、さあギャンブルですね、ギャンブルですね、もうこれはしかししょうがないですね、そうですね、しょうがないですね、はいはい、もう一遍先ほどの正樹君のようなスイープをやってみますか。ただ多分今、うん、先のスイープはもう、 もうちょっとしんどいような気がもうちょっと間を置かないとダメですかね。まだ相手の残像の中にありますからね、はい、どうでしょう、パスダウンで少し浮かし気味、どうだ、キャッチ、あっとインターセプトかな、今のは多分わざと落としましたね、落としましたね、はい、そうですね、はいはい、あのインターセプトするとそのそう、ね、もうあの地点からになりますからね、はい、ほぼ落としましたね、うん、
パスインコンプリートで結局ギャンブル失敗と、レシーバーまで届かなかったです ね、 ですね、前に入られましたよね。うん、そうか、やっぱりパスで、まあ、一気にタッチダウンを狙っていく、まあ、これが順当といえば順当なんですが、しかしそこまでボールは届かず、あわやインターセプトというところ、間に入って一旦ポケットに入ったんですが、それをボールをわざと落としました。パスインコンプリートの状態で、さあ先ほどの地点から26ヤードの地点から今度は琉球大学のオフェンスです。もう時折センターからのスナップバックがね、はい、ややこう高めに来て、はい、このために姿勢崩しましたからね、はいはい、そこをやっぱり琉球あの滋賀大学がつけ込みました。ディフェンスがずっと追い込んで結局クォーターバックをタックルしています。まあ、今年から、ねはい、あのショットガンいうことなんで、はい、やっぱりそのそういうスナップが ね、 やっぱりあの違いますんで、エクスチェンジとはやっぱり少しね、あの普通のすぐお尻のところでボールを渡すのとはだいぶやっぱり雰囲気的には違うでしょうしね。あ、また滋賀大学の選手が一人足つりましたね、主将の高橋君ですね。いやいや、虎姫高校でもキャプテンをやっていたという、そのキャプテンのディフェンスエンドの72番の高橋健太郎選手。彼はオフェンスの時もやはりタックルとして左の方の、ねはい、タックルで攻守両面にわたって大活躍のキャプテンなんですが、どうやら足を痛めたようです。さあ、あっという間に第4クォーターもゲームも残り3分少々ということになります。あ、だいぶひどそうですね。そうですね、今ゆっくりとトレーナーに付き添われながら、まあ、ここはゆっくりと出ればいいわけですから。今日は本当に故障者多いですね。多いですね。これで5人目ですか。そうですね。暑いからやと思うんですけども、はい、それともう一つはやっぱり琉球大学のディフェンス陣のね、はい、このアタックがすごいですね。はい、はい、プレー再開です。ボールオンが12ヤードぐらいの地点です。琉球大学のオフェンス。あ、これはよく読んでましたね。はい、これね、よく読みましたね。はい、パスプレーと見合って、そしてタックルしました。むしろ1ヤードぐらいロスをさせたんじゃないでしょうか。そうですね。うん、で今度は、はい、琉球大学の選手が、今タックルされた選手が、どうやらレシーバーが体を痛めたようです。まあ、これはもう本当にはっきり申し上げて暑さとの戦いということ で、ね、もう敵との戦いの前に暑さとの戦いが入りました。そうですね、ギリギリのところで多分両チームやってますんで、ですね、はい、うん、でも今日58番の西川君ですかね、はいはい、あのいいタックル、あ、そうですね、あの何回か決めて、はい、まあ、先ほどの滋賀大の高橋キャプテンと同じような足取りで、はい、今琉球大学サイドラインの方に下がっていきます。さあプレー再開です。ボールがちょうど11ヤードラインぐらい、まだロングが残っています。ショットガンパスだ、ロングパス、どうでしょう、これはオーバースローです。さあだいぶディフェンスバック陣が前へ出てきてましたの で、 そうです、ね、はい、ちょっと下げようというわけで思い切ってパスを投げました。まあ、こういうパスも必要 で、 そうです、ね、ね、プレーの中にはこれはもうはるかに頭の上を越えました、オーバースローです。さあこちらも第4ダウンになりましたね。そうですね、フォースダウン、これはもうパントです。
さあこれでうまくリターンができれば相手陣の中で攻撃が可能になれば一番いいわけですが、さあどうでしょう。うん、あいいパントですね。いいパントですね。さあトントンと言って、さあこれをリターンをします。思い切ってリターンだ、うん、あ落としましたね。落とした落とした。そしてさあどちらかな、琉球大学が取って抑えたかな、リカバーどっちでしょう。琉球大学の選手たちはいや、どうやら滋賀大学を抑えたようですね。最後に一人残っていた選手がどうやら抑えたようです ね、はい。しかしその瞬間にまた一人の選手が足体を痛めたようです、ひざまずいております。もう次から次へと選手が痛んでまいります、42番ですか。そうですね、江口君ですね、はい、はい、江口選手ですね、はい、ワイドレシーバーでもあります。その江口選手がどうやら試合を痛めました。もう6人目です。そう、はい、双方で本当にもう10人ぐらい、ね、そうですね、怪我人が出てますからね。さあ44ヤード、44ヤードですね。ファーストアンテン、ランプレーです。今のスイープはに対しては琉球大学さんすごい綺麗に、そうですね、はい、あの外に押し出すような形で、はいはい、まあ、琉球大学にとってもあの九州の大学でプレーをしている選手も多いので、はい、いろんなプレーに対してはすでに頭の中の知識が相当持っておられるでしょうけど ね、ええ、やっぱりこうして滋賀大学のプレーの中からもいくつかあこんなプレーもあるんだっていうことをね学んだあかもしれません。あインターセプト、インターセプト、さあリターンです。早いです、早いです、早いですね。うん、あと1人残っているが、はい、ここで潰されました。ちょうど30ヤードぐらいの地点です。いやー、せっかくこれからと思った時にインターセプトでした。いやいや、何か攻守両面にわたって琉球大学の選手の皆さんがなんかハツラストプレーをしているような、圧倒してますね。そういう感じがいたしますね。そしてちょうどボールが30ヤードライン。しかし動きなんか見ておりますとほとんど卒がありませんし、そうですね、スピードもありますし、なかなかのチームですね。そうですね、さすが一部リーグで、はい、所属されているだけあって、ね、はい、そうですよね。今年の目標、この一部リーグをまた守りたいという九州リーグです。抜けてますね。抜けた、わーっとわずかに、完全にフリーでした。フリーでしたもんね。もうこれ以上のないフリーがタイミングだったんですが、はい、しかしボールが最終的にはキャッチできませんでした。でもこのショットガンからの体型、今年からだと思えないぐらい、そうですね、なかなか板についてるってありませんかね、はい、あとやっぱり琉球大学さんのオフェンスラインの、はい、パスプロテクションがまあまあ、 ね、持ってますんで、はい、クォーターバックがそういうことですね、余裕を持って投げれてるのはありますけどね、うん、それがありますね、はい、さあ今またクォーターバック、いわゆるクォータータイムではないんですが、第4クォーターの途中でいわゆるウォータータイムです。水を入れてくださいということで、今審判の方にももちろん水が補給されます。あと1分半なんでね、ですね、まあ、滋賀大学もちょっと維持見せてもらわないと。うん、でも1分半というのはきついですね。そうですね、多分もうほんまにもう極限やとは思うんですけども、はい、そうですね。さあショットガンランです、ランです。
さあこれでやっぱりタイムアウトを有効に使いながらですね、そうですね、やっぱり時間をキープしていかなければいけませんね、はい、もう琉球大学さんとしてはランプレーで時間を潰していけばいいだけですんで、チームタイムアウト滋賀大学後半タイムアウト、滋賀大学これで後半2回目のタイムアウトですね。あと1回残っているのはやっぱりもう次のまたプレーの後使わなければしょうがないですよね。ダメですからね。そういうことですよね。オフェンスで一ついいプレーをね見せて、タッチダウンを取ってもらわないと、ね、最初のは本当にもうディフェンスがくれた、そうですね、得点ですから、はい、さあタイムアウトが解けました。残り時間がだんだん少なくなってきます。ショットガンパスです。どうでしょう、抜けた、抜けてますね。おっといってタッチダウンかな。タッチダウンですね。タッチダウンですね。はい。30ヤード近い今のタッチダウンパスが成功しました。何かダメを押されたっていう、そうですね、そういう感じですね。そしてこれからトライ4ポイント、エキストラポイントのキックです。決まればもう1点追加です。はい、決まりました。これで7点追加されて24対7。ちょっともう残念ながら勝負、そうですね、という感じでは、はい、でもなんか本当まだ時計の針はもうちょっと残ってますんで、ちょっと意地見せてほしいです ね。しかもオフェンスのメンバーでもって得点を一つね、はい、取ってほしいという。このあと滋賀大学は和歌山大学と21日の土曜日にゲームが予定されています。初めての関西遠征という琉球大学、滋賀大学を相手にいたしまして現在17点のリードを保っています。さあキックオフです。さあゴール前の4ヤードからのリターンです。ああ密集の中でちょうど20ヤードぐらいのところです。もうタッチバックと変わらないような形ですね。そうですね、そうですね。ということは残りもう1分3秒ですね。3秒ですね。ですからそれで80ヤードほど、そうですね、ねえドライブしなければいけないわけですから、何かこういう時にビッグプレーが生まれないものか、ね、まあ、秋にも、ね、こういう状況、はい、あると思いますので、ね、そうですね、はい、そうですよね、はい、こことりあえず秋にためにも、ね、はい、最後まで諦めず、そうですよね、はいはい、さあそのおそらくラストシリーズになると思います。残り1分3秒さあ見えずトロールしてキープしてどうでしょう、うん、そうですね、8ヤードゲインできたんじゃないですか。そうですね、9ヤードぐらいゲインしましたね、はい、多分今のどっちかだと多分投げたかったんやと思うんですけど ね、 しょうね。ところが、全てマークをされていて、はい、結構時間ロスをしましたので、はい、そうですね、そうなんですよね、うん、でまた中で止まっちゃいましたんで、はい、そうコンテンツされましたから、はい、さあまだファーストダウンまであと1ヤードほど残っております。セカンドダウンです。
そうですね、今梅本さんおっしゃったように秋に向けていろいろね、やっぱり思い切ったプレーを試すというのも一つのチャンスですよね。はい、ね、さあ、フォースリーディフェンスの琉球大学セットバック、ランオフェンスを中心とする滋賀大学のオフェンスチーム、セカンドワンでこれから今クォーターバックの村田君が徳山監督からサインを伺って、そして指示を聞いてハドルの中へ戻ってきました。さあどうでしょう、プレーアクションからのパスはどうでしょう、わずかにパスが届きません、パスインコンプリート。サーダーンで1です、サーダーンで1ヤードです。まずはファーストダウンを取りに行くか、ね、まずはファーストダウン、うん、そうですね、はい、今のセカンドダウンあたりの時にスクリーンパスというのはあまりプレーとしては、まあ、多分今のセカンドダウンショートやったんで、はい、まあ、あの何でもできる状況でしたので、うん、そうですよね、多分あの、あのビッグゲインを狙ったんやと思うんですけど、なるほどね、うん、これでファーストダウンは、これでファーストダウンありましたね、はい、そうですね、はい、でもうスパイク、はい、もうスパイク以外もうタイムアウト残ってませんからね、そうですね、はい、スパイクしますよね、そうですよね、はい、さあこれでセットして、そしてはいスパイクです。しかしまだ自陣の31ヤードぐらいですか、ね、31ヤードですね、そうですね、うん、もうビッグゲインしかないんですけどね、もうそうですよね、はい、25秒ですので、そうですよね、もうあとランプレーならば本当に2回、もう多くて3回です ね、 そうですね、パスプレーで3回ぐらいですかね、そうですね、パスだ、ああ、カットしました、ましたね、カットされましたね、はい、そうですね、はい、これは時計が止まります。まあしかしこれで 2,3 秒使ってますから、もうあと20秒以内でしょう、そうですね、あと19秒ですね、はい、9ですね、そうですね、いやしかし琉球大学のディフェンス陣は積極的ですね、そうですね、元気ですね、元気ですよ、はい、まあ、ああいうところでカットする、こういうのでもやっぱりきちっと手を出すから、はい、はい、できるわけなんで、足が止まると、正直言って手も止まりますからね、そうですね、はい、さあサーダンナインどうでしょう、あ、ナイスタックですね、そうですね、はい、これもほとんど原因はむしろロスをしました、そうですね、そうですね、もうでもタイムアウトがないんで、うん、ないありませんね、そうですね、だからおそらくあ、これで結局で、ね、時計がもうなくなってしまいました、はい、まあ、これはもう最終的にはしょうがありませんね、結局ゲームオーバーということになりまして、第4クォーター結局琉球大学にもう1本タッチダウンパスを決められて24対7ということで、琉球大学がまあ、はっきり言えばもう一方的なゲームにされてしまいましたね、圧倒されてしまいましたね、うん、まあ、これから戦い終わって各チームから3人ずつ相手サイドラインに行きまして、その健闘を称え合うという、まあ、フットボールの恒例の行事です。ありがとうございましたという大きな声で、客
ャプテンの元気な声が響いてきます ね、放送席まで。試合中もすごい元気でしたからね。でしたね。そうですよね、はい、ということで、まあ、今日はせっかく元監督の梅本力也さんに解説をお願いしたんですが、第1クォーターいきなりの最初のプレーでもって滋賀大学がインターセプトに成功して、見事に7点を挙げて先行して、はい、そのまま優位に駒を進めるのかなと思ったら、なかなかどうして。そうですね、琉球大学さんの方が第2クォーターになってガラッと変わりましたね。そうですね、もう1枚も2枚も上手やった、はい、しかもそのきっかけになったのが、そうですね、ラグインザキッカー、はいはい、それ2回もやってしまいましたからねそうですね、まあ言ってみれば、フットボールでターンオーバーというのは本当によく、もうワンタッチダウンに匹敵すると言いますが、はい、ああいうそのラフィンダキッカー、せっかく自分たち そのチームがいい調子で行こうとしている時に相手をこう蘇らせてしまうというのは本当にタッチダウン一つ与えたと同じ感じになりますからね。そうですね、うん、まあ、そのチャンスを琉球大学さんはしっかりとものにできたということで、はい、やっぱり1枚も2枚も ね、滋賀大学よりも上手やったんじゃないかなと。ということはこれは九州の連盟の中でも相当この琉球大学というチームは暴れそうなチームだなと、ね、いうことは分かりますね。そうですよね、すごい元気ですし。そうですね、はい、まあ、沖縄ではほとんど他にチームがありませんので、はい、対抗試合をするとなるとどうしても遠征をしなければ、はい、こうダメなんですが、本当に選手たちは人数少ないながらも元気 で、ね、この関西へやってきて、はい、本当にこの滋賀大学にまあ、ある意味24対7でワンサイドで勝てたというのはこれ大きな、そうです ね、はい、自信につながるんじゃないかなと思います、はい、逆に梅本さん、はい、滋賀大学はたくさん課題が残りました。そうですね、はい、まず挙げていただきます。まあ、もうほんまに細かいことが全くできてないっていう、はい、まあ、そのラフィンが反則のところもありますけども、うん、はい、まあ、初めに私言いました、うん、やっぱり全然最後まで走れてなかったと、うん、やっぱり最後まで走るというね、うんうん、アメフトの基本ですから、はい、うん、そこのところができなかったというのがやっぱり秋に向けて、はい、まあ、まだまだ時間ありますので、そうですね、そこのところをしっかり詰めていってもらえるかなと思いますね。でも開けてもくれてもラン走る走るということですね。そうですね、走って体を鍛え、はい、そしていわゆる足を鍛え、はい、本当に少々のことでへこたれない体力を作ることが、そうですね、まず最も大事だということになってくるかもしれませんですね、はい、まあ、そしてやっぱり先ほどおっしゃったように今年はディビジョン3の A ブロックということで、はい、相手がかなり強豪なので、そうですね、またでも大いに検討をしてこのできればディビジョン2に上がれるだけの、ね、ね、はい、力をぜひ蓄えてほしいなというふうに思っております、はい、まあ、後輩たちを叱咤激励して、そうです、これからも大いに頑張っていただきたいと、はい、エールを送りたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。琉球大学対滋賀大学のゲームは結局24対7、遠来沖縄からやってまいりました琉球大学が初の関西遠征でもって滋賀大学を破りまして大きな自信を得た一勝というふうに申し上げておきましょう。この暑い中多くの故障者が出ましたが両校の選手たちの健闘を大いに称えたいと思います、解説は滋賀大学 OB 元監督の梅本力也さん、実況は私西澤明でございました。この後、また引き続き RTB ではですね、春の学生アメリカンフットボールの交流戦、これから西日本学生大会の決勝戦が行われます、どうぞ大いに期待をしていただきたいと思います。大阪大学対大阪教育大学の一戦、それまでしばらくお休みをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。